イコト姫のヒーリングムービー、今夜の映画は話題作からキラーズオブザフラワームーンでございます。10月20日からロードショーが始まりました。もうこれはずいぶん前から騒がれていた作品なんですけど、まあすごい映画でございました。どんな内容なのか宮島さんにプレスを読んでもらいましょう。キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン。20世紀初頭のアメリカ・オクラホマ州、先住民族のオセージ族は石油を掘り当てて莫大な富を得るが、その財産を狙う白人たちが彼らに近づく。白人たちはオセージ族を言葉巧みに操っては財産を次々と取り上げ、やがて命までも奪っていく。悪事が加速していく中、オクラホマを訪れたアーネスト・バークハートはオセージ族の女性モーリー・カイルと出会って恋に落ちる。はい、ということなんですけれども、主演レオナルド・ディカプリオ、はい、はい、もうこれだけでね、もうそれもう見ようかなっていう、はい、で監督はマーティン・スコセッシュ監督でございます。久々の、はい、これはね、監督の本気というか、まあすごかったでしたね。御年かなりいってらっしゃると思うんですけども、すごかったです。そして共演はロバート・デニーロですけど、今回のロバート・デニーロはねすごい悪いおっさんでしたね。あ、そうなんですか。はい、すごかったです。先住民族への連続殺人事件を題材に、真実の愛と残酷な裏切りが交差する西部劇サスペンスでございます。はい、なので時代は1920年、禁酒時代ですよ。ああ、はい、で、ステージはアメリカのオクラホマオセージっていうところで、オセージ族がいるところですね。それで第一次世界大戦が終わって、はい、その機関兵アーネスト・バークハートレオナルド・デカプリオが演じてます、はい、で戦争が終わってね、おじさんのウィリアム・ヘイル、これがロバート・デニーロなんですけど、おじさんを訪ねてオクラホマへやってきました、うん、はい、はい、それで、まあ、おじさん久々にっつって、こんにちはっつって、よく来たねって、うんうん、で、はい、実はこのおじさんがいるこのオセージという場所なんですけど、はい、昔々アメリカ大陸が、まあ、白人によってね、はい、あの支配された時に、だから1870年頃なんですけれども、州北東部の岩だらけの保留地になってたんですよ。でそこに追いやられたインディアンのオセージ族がいっぱいいるところなんです。うん、で白人が自分たちのためにそうやって保留地に、インディアンを追いやりました。ところがね、その地下にね、アメリカ最大の油田があったんですよ。あ、だから、はい、オセージ族はもう大金持ちになっちゃって、うん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 、もうなんか銀行家が羨むような生活をしました。はい、それで白人が結局その土地のオイルを手に入れるには彼らにロイヤリティを払わないといけない。うん、それでいろいろ起きてくるわけですよ。はい、そこへ、まあ、その主役のね、アーネストこと、レオナルド・デカプリオがおじさんを訪ねてきました。でこのおじさんはこのオセージ族の、まあ、いろいろ管理をしてるんですけど、彼らのその、ね、権利が欲しいんですよ、土地の。うん、そうなんですよ。そしてね、このアーネストはね、町で見かけたオセージ族の女性を気に入りますよ。はい、それでね、このおじさんはね、この自分の甥のアーネストと、それからオセージ族の女性モリーとのね、あの結婚を勧めるわけです。うんうん、2人結婚したらさ、はい、要するにこのモリーさんが持ってる油田の権利は自分の甥に移るじゃないですか。はい、でそんなよからぬことを考えていて、そしたらね、ひどい殺人が起きるんですよ。まずですね、5月のある夜2件の殺人事件が始まって、それからオセージ族関係者が何人も殺されていくんです。何人も何人も殺されるんです。はい、そして、これに対してあの
地方の、まあ、検察当局はもうどうすることもできない。それでこれはで実は皆さんね、FBI が生まれるきっかけになった事件なんですね。そんなすごい事件。そうなんです。そして、後の FBI 長官となる、まあ、エドガーっていう人が、ね、あの特別捜査官のトムという人を呼んでいろいろ調べるように言うわけです、はい、で果たしてどうなったかっていうのがキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンなんですけれども、原作はですね衝撃の実話でございます。はい、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン、お政治族連続開始事件と FBI という、まあ、原作がありまして、それが映画になったのがキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンでございます。ぜひね、あのご覧いただきたいと思いますね。